五色鶴の花子ちゃんを聞いてください、はい、あの中から取り出してみて、で箱はいらないから横に取って、でリボンが反対向きね、うん、そうじゃなくて上下反対にして、え、ちょっと待って、どっちに開くの、開くの、あ、じゃあやっぱりさっきと上下反対、そう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 、はいはい、そしたら黒いお花紙3枚で、その花子ちゃんをカパッと開けて、うん、パッと開けて、でその5番目に合わせて、5番の目に合わせて、うん、お花紙を、で花子ちゃんをかぶせて、そのリボンを下にシューッとずらす、で、開く。あー、戻さない、戻さない、手前にシューッとやって、そのまま開く、そう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 、で、真ん中をつまんでキュッと持ち上げれば折れてる、で、そのつまんだところを、つまんだところをホッチキスで、うん、横向きに止めてほしい、うん、そう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 、で、その、ぺっちゃんこにして、折り目つけて、センス状に。どういうこと？うん、全部まとめて、ピューッと。そこ、細長く。そうそうそう、ピューッと。反対側も。そうそう。それで、あの、端と端合わして、ぺっちゃんこにしたまま合わせて斜めに切りたい、そうそうそう、うん、手元の方はあのホッチキスのところはそうなってていいから、で斜めに直近と、うん、45度ぐらいかな、大体でいいです。花子ちゃん抜けといてもいいかな、多分中に入っちゃう、それで普通にお花を作る時のように開いていく、どうだっけな、どうやるんだっけな、一枚一枚、そう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 、さっき見て扇形に開いといてしたらやりやすいかな、うん、そうですね、そうそう、そうですね、そうそう、反対側もですね、うん、で丸くしないで、あ、そんなもんだった、
で半円形にしてほしいんだよね。半円形、片切れてるところがあるでしょ、2箇所、うん、そこを開いて、開いて、それでこれであの黒いシルエットウサギのチュチュの2分の1ができた、うん、これを2つ作る。そしたら、まず黒い四つ切り画用紙を半分に折ってください。でざっとでいいからこの半分ぐらいまで糊を、ここまで、うん、そうそうそう、反対側にもつけとこうかな。うん、それでペチャンと二つ折りにして、そうすると画用紙が2倍、そうすると画用紙が二重になってね、硬くなるから、うん、そこにバレリーナをホチキスで留めるんだけど、いらない部分がたくさんあるから、まず切り周りを大まかに切って、すごく大まかでいいよ。シュー、そうそうそう、こんな感じ。で、トーシューズの方がさっきの糊付けした方に来るように、この向きね、トーシューズの糊付けした向きに来るようにして、端っこの方から紙を使ってほしい。ホッチキスで留めます。端っこに持ってきて、ホッチキスで留めて、これを重ねたままちょん切りたい。できるだけ端に、ここまでが来たらいいから、できるだけ端に。そう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 。うん、もう留めていいの？うん。違うと思った。向き変えていいよ、髪の、うん、それで今度はこう結構ビリで切って大まかに、大まかに切っといて、あと綺麗に線に沿って切っていく。うん、まず切り分けて、まず切り分けて、うん、置いといて、それ形通り、外側の形通りでいいからね。さすが上手に、ハサミの奥を使って紙を回しながら切ってる。指が細いから、大体でいいから、一遍切り落としてもいいね。後から切ってもいいよ、指だけ。クリップを取って。
するとこの黒子のバレリーナができてるので、これ上半分はくっついてないね、これね、上半分くっついてないからここに両面テープを貼ります。あ、こっちについちゃった。と、テグスですね。テグス。テグスの先を丸く結んで、これは自分が結べるように結んどいたらいいですからね。ここの先ほどの両面テープを剥がして、この両面テープと両面テープに挟み込むようにこの輪っかを貼り付けると、これでこう、あ、反対に貼った、あ、大丈夫、ぶら下がる。で、手のところが糊がついてないので、手のところは糊をつけて、でこれに先ほどのスカートを描かせます。スカートじゃなくて生地ですね、生地を描かせましょう。辺の位置がいいかな。これはこの反対側にも同じように土を吐かせます。これで黒子のバレリーナの出来上がりですね。